スペイン一部であるソシエダの日本代表 MF 久保建房は今季ラリーガで30試合7得点4アシストの活躍で、チームの中心選手として6位フィニッシュに貢献した。23歳のレフティーは A 氏、4−4−2 が選出する右ウイングのトップ10ランキングにアルゼンチン代表 FW リオネル・メッシらとともに名を連ねている。一覧リスト、久保建房がトップ10入り A 氏選出、メッシ、 サラーラ右ウインガー、世界トップ10。今やその評価は世界のトップクラスだ。同志が選んだ、ザ、right ・テンベスト・ライト・ウィンガーズ・イン・ザ・ワールド、デクボは9位にランクイン。バルセロナやレアル・マドリードなどで過ごした数年を経て、レアル・ソシエダで居場所を見つけた、と2022年に移籍した現所属クラブでの活躍が認められた形だ。この日本代表はトップ6でフィニッシュした彼のチームに必要不可欠だ。 ラリーガで7得点4アシスト。彼は純粋なウインガーから内側へ流れて試合に影響を与える選手へと進化してきた。この23歳は今後数年間、日本で最も輝かしい才能の一人であり続けるだろう。同ランキングには7位にバルセロナの司法 FW ・ラミンヤマル。 6位に欧州を離れても依然として世界最高の選手として君臨する FW リオネル・メッシ、2位にリバプールの SFW モハメド・サラーラがランクイン。1位にはアーセナルとイングランド代表の絶対的中心である FW 部下与坂が選出された。ワールドクラスの選手たちと共にトップ10に名を連ねた久保。ステップアップの移籍の噂も絶えないが、今後さらなる高みへと上り詰めることができるだろうか。